三月期、中島敦氏老生の理長は白学才祭。天保の末年、若くして名を古坊に連ね、ついで江南院に干せられたが、生、見解、自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく感を退いた後は、古山閣略に気がし、人と交わりを立って、 ひたすら施策にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは、死下としての名を死後、百年に残そうとしたのである。しかし、文明は容易に上がらず、生活は日を覆うて苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望を証国となり、肉落ち。 骨ひいで、眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に到来した頃の法教の美少年の面影は、どこにも止めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、妻子の移植のために、ついに、説を屈して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、 これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩は既にはるか行為に進み、彼が昔、動物として滋賀にもかけなかったその連中の仮名を廃さねばならぬことが、往年の春祭李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教杯のせいはいよいよ抑えがたくなった。 一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿った時、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて、寝床から起き上がると何か訳のわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ書き出した。彼は、二度と戻ってこなかった。